あと安倍首相の国葬はどうですか。僕は大賛成ですよ。外国の人が来るからね、要人が。まあ、だから、もちろん政治的には、外交的にはかなりプラスになるし、むしろ利用した方がいいと思うんですけど、あれ、なんであんなめっちゃ反対してる人たちは反対してるんですか。あれ、反対してる人はもう最後の形ですよね。もうだって、ボロ負けしてるわけですよね、参議院選挙で。はいはいはい。もう完全に舐められてるんですよ。もう勝てないでしょ。だって維新が200伸びてるから、もう第3党になってしまってる。で、もう何かにすがりたいんですよ。なるほど。もうだって森かけ言ってもダメ、桜言ってもダメ、じゃあ国葬見つけた、国葬反対って言うと一応集まれるから。なるほど、集まりたいんだ。もうだってあれぐらいしかないんじゃない。ネタがね。まあでも確かに政治資金規正法とか作ってかなりね、クリーンになりましたか。そうそうそう。